でも俺のところから俺実はカチッとすることはしなくしたことない。今タイミングだと思うんですよ。そうですね。そういう感じですよね。今頑張ってね。これもうテレビ回ってるんですよね。頑張ってね。皆様こんばんは、ヘイクボタです。今日も、クリスタルレインボークラブ始まりました。皆様、季節の変わり目ですが体調は崩してないでしょうか。ミチナさんはですね、元気に復帰してご心配かけしました嬉しいです。やっぱりミチナさんがいないとダメだなってなってます前回はですね、ミチナさんがいないだけで、番組がこうちょっと不安定になるというちょっとありましたが、今日は、復帰していただいたのできっと安心して、番組を進めていけると思います。そして本日の、ゲストはですね、トラ&アッキーさんのお二人です。イエーイ。今日も、どんな面白い曲が聴けるんでしょうかという感じですが、前回の今日は真面目で真面目に言われました、はい、真面目に歌うと逆に面白いというそんなことがそういうのありますねとても楽しみにしております。では皆様本日も元気に頑張っていきたいと思います。今日がどんな日でももうすぐ明日が始まる。朝からずっと忙しかった人、ランチがいまいちだった君も、おやすみ前に明日の前にワクワクドキドキしませんか。星の数だけ夢がある。勝手に準備は OK オンライン。ダレダ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 レダレダレジュビルバダレダダレダザーありがとうございます。クリスタルレインボークラブ、デリシャスなラジオクリスタル、表現する者たちの月明かりへようこそ。下町エレガント大使ピンク台風キリンがご案内いたします。ドラマチックにストーリー、愛してやまない人間模様、今夜も熱いハートは止まらない。2018年10月22日マンデーナイト21時オープン。今夜もどんなドラマが展開するんでしょう。見て聞いて参加できるラジオだけど見逃せない、楽屋トークだって公開、気取ってなんかいられないライブのようなラジオです。本家クリスタルの始まりです。大人が輝かなくてどうする、どうする。ここは大人の本気祭り、本気祭り、楽しんだ方がいいに決まってる、決まってる。踊らにゃにゃんにゃん、にゃんにゃん、ソンソン、ソンソン、クリスタル、クリスタル。ふーんってした、ふーんって、ドヤ顔しちゃいました。負けずに言えたぜって、俺できただろうってこの踊らにゃのとこがね、なかなかこうわかる、わかりますよね。言いにくいんだよね。そうにゃ、踊らにゃ、そうしょ、うんうん、なんかさ、大人チームってさ、この週ってほんとまったりしてますよね。いいよね、オープニングがね。なんか誰が仕切るわけでもなくさ、そうですね月明かりしかいないですね。大体な感じでね、夜のラジオって感じだよ。ゆるくてね、いいね。あ、スッとそんな感じでやるのもよろしいね。はい、いいと思いますよ、うん、夜なんでね、うんうん、まだ寝るにはちょっと早いけどね。そうよ、うん、僕最近でも暇だとこの時間に寝ちゃいます。は？ふふふふふ、そろそろ眠い、眠い朝が早い。でも7時ぐらいまで寝てる、ね、成長期かよ。まだ成長するの？まだ成長期。一部髪の毛がビョビョビョ、背じゃなくて髪の毛が伸びるって。この間ね、一部ね、そう、一部ね、そう、全部はもう無理だからこの間もちょっと年に1回の親子行旅行みたいに行ったんですけど、うんうん、僕一人っ子なんでね、うん、お父さん、お母さん、私、もうすでにこのスタジオに3人1人いる。そうですよね、本当、そうそうそう、うん、で親子3人やることがなくて全員8時半ぐらい寝たっていう
それで成立しちゃうっていうね。そう、嘘、あのバレーボール見てたら寝ちゃいましたね旅行行って、ね、平和。7時ぐらいまで寝てましたよね、だから朝もね。本当もう朝食出てきちゃうじゃん。本当ですよ。長く眠れるってことはでも元気な証拠だよ ね、 まあね、体力あるってことだもん。そ う、 みたいですね。そうだよ、うんうん、あ、寝るのって体力いるっていうね。体力いるもん、うん、若者寝るよ ね、 ねだって生きてるって思う時あるもんね。近定のね、彼もね、ご子息ね、ご子息もずっと寝 て、 寝てるよね。まだ寝てる、あってドア開けるたびに、うん、うん、若い時そうでしたよね、うん、でもね2日ぐらい普通に寝れませんでした。2日間ぐらいないのよ。ないの、あ、だって体力ないから。違うのよ、違うのよ。13歳から仕事をしてたからロケが早いわけよ。で、私ね、目覚ましで起きないのよ、うん、ちゃんと腹時計ですか。違う違う、出かける前のね2時間前に起きれるの。すごい、それはすごいですね。でしょ、オープニング終わり、終わっちゃう、はい、どこから聞いても楽しめるクリスタル It's Showtime。やばいぜ黒いぜ硬いぜ匂うぜ、俺はアスファルト燃えたぎる隕石、固まったら最後もうどうにもならない、融通きかない。はい、今月のマンスリーゲストはトラちゃんだけれど、先週から、はい、トランドアッキー、はい、ありがとうございます。何この曲これがね、さっき言ったね、アリスみたいな曲なんですよ。アリスみたいだよ、ね、これがね、これが放送でかけるのやばいからだったね。絞っといて、絞っといて、ね、でね、俺はアスファルトとか言った時に、うん、あの、なんだっけ、ヨーケンケンってなんて言った、ヨーケンケンケンって、あのなんかアリスの曲の中にあるよう な、 なんかそれがハマってきたりするんですけど全然わかんないんだけど、まあまあ、ううヨーケンケン、いや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 、ムードです、ムードムード、まあ、何と言ってるかちょっとよくわかんないですよね。全然わかんないですよ。あ、はい、うん、そうかそうか、もうすでに暑くなって脱いでるってもう暑い、暑いですねちょっとね、楽屋からみんなで大騒ぎだからね。これから生ライブやりますから ね、 ね、はい、そうですよ、ね、ちょっと脱がないと。そうそう、先週ですね、はいはい、もう涙が出るほど笑ってね、はい、あなたたちの曲の中には真面目な曲はないのかいって聞いたらあるって言ってありますよね。で、探したんだって。そう、50曲中4曲4曲しかないたったの4曲で、さっき楽屋でね、うん、あの秋山が見つけて、あ、1曲あるじゃん、もう1曲あったんですね、5曲あった。そう、ね、でもそのうちの今日3曲やっちゃいますから、はい、あと2曲しかないっていうね18年やって50曲しかないのって少ないよねまあでもそのうちの30曲は1年で作りますからね。そう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 、本当にね、もうどうしようもない。だからたまに真面目なのも作ってみようかなって気分になったわけだ。いや、最初のうちに作ったやつが、うん、は真面目だったんだよね。そう、結局あのまだこうさばけてなくて、あのなんていうか、ふざけた方向に行かなかったんですね。で、あの真面目な感じがまだ若い時って残るじゃないですか。もともとさ、2人が一緒にやろうって言った時は、はい、真面目にやろうと思ったの、はい、いや、真面目じゃないところで意気投合したんだよね、うん、そう、でもそうなんだけども、若い時って結構、うん、なんか何でもこう詰めてこう、うんうん、あのいい方向に持っていくことするじゃないですか、うんうんうん、でもだんだんこう重ねていくうちに、うん、このぐらいでいいんじゃねっていう止めるとこ出てくるじゃないですか、うんうん、それが今の感じになっちゃってるんで、うんうん、だから昔はちゃんとした方向に収まっちゃった感じ、ね、そうかそうか、逆に言うとそう作ったつもりはないんだけど収まってる感じの曲が今日紹介されるわけだね。はい、それでいて、まあ、それをだんだんとこうコラージュしていって、うん、18年で一応、まあ、今日放送しても大丈夫だろうかなっていう曲を持ってきました、うん、でちょっと真面目なの まず聞きましょうよ。はいはい、ね、トランドアッキーの真面目な曲ってどういうことと今のところ思ってるけどね。いや、あのね、誰も信じてないよ、はい、そうですよね。さっきね、2人が入る前に、はい、ね、今日ってさ、先週ほら大笑いして終わったじゃないって、はい、今日さ聞くだけなのかなって言ったら、そんなわけないんじゃないんですかってみんなが言ってたよ。そう、いや、今日はですね、うん、あの季節ちょっと度外視なんですけども、うん、またね、あの、まあ、ちょっと寒くなってくるんでこれからね、うん、その前に、うん、ちょっともう一度常夏に戻っていただいてと気持ちをね。常夏なんだね。そうですよ。あ、それで2人とも T シャツなのね。はい、もう
あもうね部屋をねヒーターをガンガンかけて、で目を閉じていただければ常夏に行くと思いますんでね、やりましょうね。そういう感じをね、今日は3部作でお受けします。はい、でだんだん、あ、ちょ、これ、あ、でも一曲一曲いこうかね。あ、一曲一曲説明しましょうよ。説明しましょう。はい。うん、さあまずはね、一曲目は、うん、これから夏がやってくるぞっていう曲ですね。うん、はい、はい。その曲いいですか。いいですよ。すみません。それでは聞いてください。トランダキーでまた夏がやってくる。ワン、ツー、スリー、フォー。夏がまた来る。君はもういない。夏がまた来る。二人で駆け出した砂浜は、太陽の日差しで焦げるほど熱い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 飛び跳ねた。そんな夏がやってくる。夏がまた来る。してるよね。バレたバレたバレた。ていうかリクエストじゃないそうですよ。はい。そうか、まだこの時はそうやって言われようとしてんだなと思って。そうですよ、まだね。ね。キャンそう。俺たちだって言われんじゃないかよね。そうですよね。バンドとかつけちゃってね。見えたそれ。ちょっとイケメンプレイに走ったよね。はい。まだまだ勘違いしてる頃だね。そうですね。見えたよ。でもこれお前らはそういうんじゃねえんだっていうね。でも意外とこれね、新しい最近ついた。それがなかなかね、笑える感じで。なんかね、なんかちょっと考えてるよね。そう、かなり一周した、もう3周ぐらいしましたね。3周ぐらいして、まあこういう感じになったかという感じでございます。これから夏がやってくるって曲をね、これから夏がやってくるって曲を8月ぐらいに作っちゃって、して、ある自分の友達放送局とかにこう話をしたら、これちょっと欲しいな、いい曲なんだけど、もうちょい早かったらなって、来年にしましょうって。1年後だよね。そうそうそう。
6月にできてたらなって言われてね。そうですよね、8月じゃなって言われました。あ、はい、そんな思い出の曲、うん、そうですね、うん、でもいい曲なんです、うん、いい曲ですよ、なかなかいい曲自分で言っちゃっただっていい曲持ってこいって言われたからいい曲、そうです、そうですよ、そう、50曲中5曲しかないという貴重な、そうですよ、貴重な一曲です。歌うまいなと思って聞いてた、はい、いやいや、ありがとうございます。いや、もう歌はね、もう何十年も歌ってますから、素晴らしいですね。ありがとうございます、ね、でもこのタイニーデスクコンサートはいいですね、うん、タニーデスクコンサート ね、うん、流行ってんですよね、アメリカでね。そう、ラジオ局でコンサートやるって教えてもらったんですよ。YouTube でタイニーデスクコンサートって入れると、あのなんかね、ちょっとね、あのほら、何でしたっけ、あのディスクガレージじゃなくて、あのほら、あのちょっとマニアックな本とか、あのレコードとか置いてあるショップ、ああ、あれか、違う、ビレッジヴァンガード、ビレッジヴァンガード、うん、うん、ビレッジヴァンガードのほら中身ってあるじゃないですか、うんうん、なんとなくごちゃごちゃしてる感じ、うんうん、ああいうのに一角みたいなところにステージを組んで、で結構有名なやつらがボンボン出てるんですよ。でそれが多分音源聞くと相当、あのなんていうかね、うん、多分相当、あ、そうそうそう、これね、あのね、音をね、ちゃんと PA でしっかりやって、すごいいいですよ、あの音がいいから。ポールウェラーとか出てくからね、そう、びっくりですよね。そう、あとね、ジョージ・クリントンが出てるね、ジョージ・クリントン、そう、あ、P ファンクが出てたし、もうめちゃくちゃ結構すごいのが出てるね、なかなかいいですよね、うん、あと、なんいいね、このごちゃごちゃ感がね。そう、あ、レイラー・ハサウェイってはダニー・ハサウェイの娘とか、はい、あそこら辺も出てるとかすごいんですよ、なかなか。いいですね。そう、でもなんか本屋の一角みたいなのでやってるみたいなね、感じでわざとやってる感じが、うん、すごい面白い、うん、こうちらもそういうね、うん、感じですよね。こういうところでやるっていう感じがいいですね。まさかこの二人の感じでね、はい、今みたいな曲とかさ、いつもトラちゃんたちがやってるような曲が流れてくると、はい、普通は思わないんだよね、うん、そうそう、なんかそう、でも今日初めて聞いた人にとっては相当なアピールだよ、これ、うん、ラジオだけ聞いてる人はなんか素敵な人たちなのかなって、そうですよ、うん、そうそうそう、ね、でもじゃあ隠しとこう、そう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 、だってテレビに上がっちゃってるから、ね、もうバレちゃってるし、ずっとヘイちゃんこうしといて、こうしといて、あれだね、もっとドレッドとかのこういうの持ってくれよってね、そうだよね、メガネしてね、全然違う、お面とかねあれ、それよかった ね、 ね、あ、そうだ、ハロウィンだしね、そう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 、あ、そうだよ、竹内涼真的なさ、そうだよ、お面をそうだ、ね、やっとけばよかったんで、あと肌襦袢とかしちゃってね、意味がわからない、でもそれでもバレちゃったら悲しいじゃんそうね、そうですよ全くその通りです、全くそうですよ、ね、まあいいでしょ、はい、俺たちはむき出しの俺たちで頑張ってるわけですからね、じゃあ2曲目は、いいですか、うん、そしたらですね、今度はですね、うん、まだ夏でしょ、はい、夏真っ只中に、真っ只中来ました、はい、今度はですね、夏がこうまたやってきたわけでしてね、うん、今度は夏に入ります。そうすると海の家とかがこうどんどんスタートして、うんうん、でどんどん気温も上がってきて、今年の夏は暑かったですよね、うん、でこうなんかもうね、今となっては今年の夏が暑かったなんていうのもね、うん、あ、そうそう、ちょっとこうなんかなくなって、忘れ、あんなにひどかったのにね、すごかったですよね今年、でもまあそのだから8月、殺人的猛暑とか言ってたもんね、ですよね、だからもうその時ぐらいに、うん、なんか海の家とかで、うん、夕方になってきて、うん、ちょっと木陰ができたら、うん、あの風が吹く、うん、でまだその風が生暖かくて暑いけれども、うん、風が吹いてて、そこでビールを飲んでるぐらいの感じですかね、うん、そんな時の曲をちょっと聴いてください。バラード系、ちょっと、うん、バラードっていうか何、バラード、ラテン、ラテン、よくわかんないわかんないね、うん、でもね、ちょっとゆっくりした、わかりました、はい、それでは聴いてください。そして踊ってください。サマーマン、ワンワンワンワイハーウ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 ーエバスラI'm in love.
私に溶けそうなアスファルト走れ、ここは海の家、眩しい季節、すだれ巻き越しに見える7月、浮かぶロマンス、イケメンだよね、イケメン。そう、ご一緒に行ってて、かっぱってしまったんだよみたいな。ただいま、トランドアキ、はい、仮の姿をご覧いただいてる感じ、ほんの一部をご紹介しておりますよね、はいはい、そうです ね雰囲気、いい感じの。今回、レアよね、はい、なかなかこれだけをさ、いや真面目な曲しかやらないで去るってことはないから ね絶対に、うん、今までないです、ね、ないです、ね、まあでも最初にねあれかかっちゃったけどね登場でね、俺はアスファルトさっきコラーゲンもかかったからね、コラーゲンブラザーズていうかその3曲あとあの温度のやつ、あエンド版温度ね、それのバックミュージックもできちゃったから、まあしょうがないんだけど、ね、まあいいでしょう、いいでしょう、まあね、どっか続けられないんだよね、はい、どっかバレちゃうんだよね、どっかバレちゃう、喋ってる後ろの裏だったらね、はい、まだいいかなって思っちゃったんですけど、ね、はい、だって ないんだもん、5曲しかそうですよBGM に使うものないんだもんね、ないですよ、ね、本当に言われてもしょうがないです、やる曲しかないですからねもうね、いやね、綺麗な歯ね、コーラスでね、ハモってね、そうだ、これはね、騙されちゃダメだと思うね、今年の夏はですね、うん、結構この3部作っていうのを、うん、結構この長いライブの中にこう3曲入れたんです、入れてたの、やったりとかするのはあったんです、夏これ暑かったじゃないですか、うんうん、であんまりふざけたことやってるとみんな呼吸困難になっちゃうんで、うん、だからもうやめて途中にこういうのを、ね、入れると静かになってビールとか飲んでくれるんですよね、うんうんうん、でまた俺たちがわけの
分からないことやって終わるみたいな、ね、そう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 、やってたよね、やってたやってた。だって対バンとかで俺たち平気で14曲とか持っていくのね。ひどいでしょ、対バンライブで3組出んのに我々だけなぜ14曲はやってんだみたいな、他は5曲で終わってんのにさ。で大体あの長い年数だけやってるもんで、今までやらしてくれてるところ大体うちら最後に持ってって、うん、あのトランドアッキーは何分でもどうぞっていうのが大体多いんで、うちもそうだったやっぱりそうでございました、ね、でもね、っていうかトラちゃん関係で、はい、出てきた時にさ、はい、その後ろに入れるのが気の毒だからね。いやあとどうすることもできないもんね。いやもうまあね、うわってやっちゃいますから ね、ドーンとやってしまいますから。そうだから最後にね、はい、驚かして帰ってもらおうかなっていう。ありがとうございます。でも本当に今回のねトランドアッキーを、生放送でこんなね3回も3回もね呼んでいただける放送勇気があるだろ。そうですよ、勇気ありますよ。放送局というかキリンさんがすごい、ね、何かあったらどうすんだっていうね。大丈夫さ、大丈夫さ。そうでもね、キリンさんの先ほどね、あの道のなんてね、開局当時の話を聞いたりとかしてね、すごい人がいたって話も聞きましたから、はい、数々のいろんなものをこなしておりますので、はい、そうですよ、まあ、これぐらいどってことはないですよ、ね、そうですよ、もう手のひらで転がされてる感じぐらいですからね、はい、もう全然大丈夫です、はい、全然関係ない人って感じ。いやでもね、ありがとうございます。いやいやいや、本当に、ね、でもあ、それからもう何回もこれは放送で言われてると思いますが、はい、来月からおめでとうございます。 あのね、ありがとうございます。 88.5 になりですね、はい、ハッピーハッピー5、ハッピーハッピー5、はい、いいですね、はい、これってちょっと理由はよくわからないんですけど、うん、電波塔が立ってそうですよ、遠くに飛ぶようになるっていうのはどういうシステムなんですか。 それどういうことなんでしょうかね。そんなこと私に聞かれたってそれ分かってないか分からないですけど、塔が立つから、高い塔が立つから響くんじゃないの。そういうことなんですね。そのでそこにこうだって23区全部聞けるんだよ。すごいですよね。すごいだろ、23区聞ける。そうだよ、うわ、多分さ渾身したりするとあれだから変わったんじゃないかな、うん、かぶりがあるとまずいわけでしょ、周波数ってさ。あ、そっかそっかそっか、うん、アッキー正しい。俺だって、うん、アマチュア無線の免許持ってますから、ね、あ、そうなの、はい、そう、あ、いや、イエーイ、もう俺電波はうるさいよ。電波うるさい、あ、電波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 うるさい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 、意味が分かる。そういううるさじゃなくてね、はい、まあね、拡大ですよ。だからもう一言拡大したんです。すごいですよね。うん、もうだから、いや本当に、ね、そんなことってあるんです ねちょっと FM について語っていい、うん、いいよ。ちょっとでも強い方が勝つんだよ FM って、 AM と違って。あ、そうなの、隠されちゃうんだよ。あ、そうなの、うん、電波周波数変調は。あ、そうなんだ。あ、そう、うん、あ、じゃあ激しくみんなでやるしかないんだ。やるしかないですね。よくわかりませんけどおっしゃってることがいや激しくやるしかないでしょ。大丈夫だ、クリスタルだいぶ激しいのとかわけわかんないの、ね、いっぱいいるからさ。いいでしょ、暴れ、ね、暴れん坊だから。電波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 、うるさいうるさい電波にうるさいっていう、そういう意味じゃねえだろってね。さあ、じゃあ最後は、はい、夏が終わる感じ。はい、今度はですね、夏が、うん、もうその暑い夏が過ぎ去りましたと、はい、そして今年の夏は何やったかなっていう、うん、そういう夏の思い出を、うんうん、あの一つこう思い出してみようという。あ、いいですね。よろしいですか、はい、そういう曲でございます。夏の思い出、ゆっくり、これはゆっくりのバラードでございます。これ長いですよね、これ ね、まあ、ゆっくりやりましょう。いきましょう、まだあるから聞いてください。夏の思い出、花火が打ち上がって星になる、見つめ合ったら君は舞い上がるよ。クラゲが浜辺で溶けてたね、太陽が落ちるのが嫌だったね、君が
泣いているサザンビー人手が打ち上がって星になる愛し合ったら君は舞い踊るよ浮き輪の空気が抜けてたね親父が浜辺を走ってる君が泣いているサザンビあれよく見たらカモメじゃないやタンカーだったそれ漁船じゃねえあアザラシだないやあれボブディランだろうやっぱカモメだ クラゲが浜で溶けてたね太陽が落ちるのが嫌だったね君が泣いているサザンビー君が泣いているサザンビやっぱりタナちゃんは終わんないですけどやっぱりなただでも終わるどうもねやっちゃうんですよねじゃあなんか2人がまずさ目で目配せして行くわっていうのから始まってさ横からこう流れていって縦から行ってさ、ね、ちょっとそこで来るなと思った一応シナリオの確認そうやるってそう俺これ真面目な曲だと思ってたんだけど途中になってあそこがあったと思ってそうそうそう真面目で終わんなかったんだこの曲と思ってでもあの感想
さえちゃんとやれば真面目だよね。だって最後真面目に戻るからね。そうですよ、5曲じゃなくてやっぱ4曲だった、はい、4曲だったんですね。これダメでしたね。ダメでした、はい、これ違いましたね。ダメですね、これ絶対真面目で終わらなかった。チクチククールに終わらなかった ね。まあでもいいでしょう。まあね、最後にこういうトークに結局なってしまうっていうね。さすがでございます。いやいや、とんでもございません。もうね、本当に申し訳ございません。今回みたいな機会はもう二度とないので、はい。ガーンガーン。あとはじゃあわーでいいってことですね。ちょっとかっこいいところ見せたい感じはあるけどね。じゃあこれから作るしかないね。そうしましょうね。作りましょう、はい、これからかっこいい曲を作りましょう。そうですよ、レインボータウン FM のこのね、あのクリスタルクラブでかけるための曲というか主題歌を作るレベル、うん、主題歌だったら毎回かけないし、ドア玉にかけるしかない。じゃあ30秒だね。かけないし、ステッカーサウンドステッカーサウンドロゴ、それですね。そう、クリスタルレインボーみたいな、はい、みたいな、そういうやつ作りました。ジングル作ってよ。そうですよ。本当にいいですか。じゃあジングル作りましょう。ちょっと来週ちょっとじゃあそれぞれジングル作ってください。わかりました。いいですね。あ、いいですね。何秒、ね、それいいね、うん、あ、やりましょう。やろうやろう、うん、やりましょう。あ、いいね、うん、やりましょう。ちょっと作詞もじゃあやる、行きましょうね。はい、ちょっとじゃあ来週、来週はですね、クリスタル5週目ですよ。スペシャルですのでね。いいですね、最高なね。はい、みんな好き勝手やります。はい、よろしくお願いします。今月が10週ぐらいあるとよかったですね。バカ野郎、面目ない面目ない勝手なこと言っちゃってね。そう、はい、はい、本当はうん、静かに終わる予定でしたけどやっぱりこんな感じ。はい、はい、トラ&アッキーでした。ありがとうございました。イエーイ、今週もやったぞ。どっこいしょ。ハートバトンリレー、毎週素敵なゲストからのバトンリレー、あなたが紹介してアーティストへバトンをつなぐコーナーです。どんな素敵な方々にバトンが届くのか毎回楽しみです。さあ、第4週は担当はマサがお送りします。前回の、リレーですね、バイオリニストの大島梨紗子さんのご紹介でお越しいただきました。今週は森真由子さんです。どうもこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。ね、前のゲストさんからこの雰囲気なんでとってもやりづらいと思いますけれども、ね、こっちもこっちで盛り上げていきましょうね。はい。さあさあさあ、森さんもですね、バイオリニストということで、ちょっとですね、先ほど軽く打ち合わせをさせていただいたんですが、おいくつでしょう。ちょっと皆さん声をね聞いていただいて当てていただきたいんですけど、ちょっとせっかくなんで自己紹介お願いします。はい、東京芸術大学2年生の森真由子です。はい、まあ、ちょっと2年生って言っちゃったんでね言っちゃった分かっちゃうかもしれないですけど、なんとね、おいくつでしたっけ。19歳です。わおおじさん緊張しちゃいますよ、ちょっと大丈夫ですか、捕まらないですかね、これ会話するだけで捕まるって聞いたことがありますけれども大丈夫ですかね。ということで、そしてそして東京芸術大学来ましたよ。私先月のこのコーナーでも東京芸大の方をお相手にですね、些細な知識でですねなんとかですねお話をつながせていただいたんですけれども、さてさて、じゃあ東京芸大でバイオリンを勉強されてるってことですよね。はい、これは 何学部何学科になるんですか。音楽学部器楽科になります。器楽科、はい、器楽科ってどういう字書くんでしょう。器楽科は器楽科、うん、器のなるほど、はい、なるほどということですなるほどね。でも東京芸大で2年生で19歳ということではですよ、皆さん、なんと現役合格。はい、すごいんですか、東京芸大現役合格ってねえ、私の二流大学現役合格とは違いますから、もう本当に。なんで東京芸大に行こうと思われたんですか。そうですね、バイオリンを習いたい先生がいらっしゃったので、うん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 、受験しようと思いました。もう憧れの先生みたいな、はい、へえ、なんていう先生なんですか、その方は。その先生は、うん、沢和樹先生と山崎貴子先生、はい、お二人いらっしゃって、はい、じゃあもうそれは高校生の時から知っててこの先生に学びたいと、はい、へ、今はじゃあ学べてるんですか、そのお二人から。そうですね、すごいですね、はい、へ、ちなみに
どんな受験するか気にならないですか、皆さん。東京芸大ってね、どんな受験されるんですか。はい、東京芸大の音楽学部はセンター試験をまず受けます。さすがやっぱ国立大学ですから、センター試験は、はい、国語と英語を受験して、で実技試験が1次試験、2次試験、で3次試験はピアノだったり、歌だったり。あ、そこは、はい、じゃあ1次と2次は自分の好きな楽器なんですか。そうですね、自分が勉強したい楽器で受けます。でそれ以外にもピアノとか歌とかはもう、はい、マストというか基本で。そうですね。はあ、すごいですね。しかもセンター試験も受けるんですよ。はい私も一応国立大学出身なんですけど、日本で2校しかないセンター試験免除の国立大学に行ってましたセンター試験やったことないんですよね。そうなんです。そうなんですね。ね、おまけにまぐれで入っちゃったんだよね。英語の問題がですね、その大学の赤本といったら2問しか正解できなかったっていうね、まぐれで入った。僕の話はどうでもいいんですけれどもね。はいさあ、それでさて、なんでバイオリンを始められたんですか。そうですね、私はアメリカに2歳から住んでおりまして、その時に家の隣の先生、バイオリンの先生をしていた方が、お隣の方で、それでご紹介していただいて始めました。なるほど、はい、お父さんのお仕事か何かでアメリカ住まれたんですか。はい、父の仕事で。アメリカ どちらですか。アメリカの、一度目は、イリノイ州というところで、その後、ちょっと引っ越しまして、ニューヨーク州に引っ越して7年間住んでいました。なるほど、はい、なるほどですね。ちなみに僕は出身の練馬州の大泉というところなんですけど、はいねえ、じゃあもう英語もペラペラで。そうですね、英語は日本語と同時くらいに始めたので、そうですよ、ね、だって2歳って言ったらもうなんなら英語から入ったぐらい。はい、そうです。なんかちょっと簡単にこう自己紹介みたいな、はい、英語で。 Hello, my name is Mayuka Mori. I'm 19 years old right nowI'm a student at the Tokyo University of the Arts and I am studying violin and classical music there. Thank you. Oh, thank you. 皆さん分かりました？ねえ、だってお名前の森さんのね、もう森の発音がもう worry っていう、ちゃんと R はね巻き舌ですから、皆さんすごいですよね。へえ。さてさて、19歳ね、なんかバイオリンの話もしたいんですけど、19歳ってところにちょっとどうも私引っかかってしまいまして、はい、19歳ですと何かこう、じゃあ学業と一緒にアルバイトなんかもしてます。お、はい、やっぱ音楽関係なんですか。音楽関係だと小さい子にバイオリンを教えたりする仕事もしてます。家庭教師みたいな、はい、へえ。他にもやってるんですか。はい、他はゴルフ場の練習場でアルバイトしています。はい、あ、面白いですね。そうですね、受付とかですか。受付とか案内とかしてます。ボール拾ったりはしないですね。ボール拾ったりもします。あ、ボール拾ったりもするんですねはい、なるほどなるほど。へえ。なんかゴルフの練習場って聞くと単純に時給がいいのかなとか思っちゃうんですけど。あ、そうですね、いい方だと思います。いい方なんですね、はい、へえ。なんかゴルフを始めたいから練習場にでバイトしたとか、そういうことではなく。全くゴルフはわからないです。あ、わからない、はい、なるほどなるほど。へえ。じゃあ なんでまたゴルフ練習場だったんですか。まあ高い雰囲気が良かったのなと思ったのと、あと融通がちょっと聞きやすいところだったので。なるほどなるほど、はい、お仕事の融通が、はい、なんか融通聞かせた方がいいんですか、やっぱ。そうですね、学校の方でオーケストラの授業とかが不定期に入るので、なかなか固定で入れるのが難しいので。なるほどなるほど、はい、そういう事情があるんですね。面白いですね。さてさて、ね、東京芸大でバイオリンやってると聞くと、普段聞かれる音楽とかどんなの音楽聞かれるんでしょう。洋楽が好きです。洋楽、はい、クラシックはあんま聞かないんですか。クラシックも聞きます。あ、クラシックも聞くけど、他にも洋楽を聞かれるんですね、はい、例えばどんなアーティスト。アーティストだと、テイラー・スウィフトさんとかが好きで、あとはディズニー映画の BGM とかをよく流して片付けたりしてます。なるほどです、はい、あ、
お部屋をね、はい、お部屋を片付けるときね乗りながら。なるほど、はい、なるほど。へー、テイラー・スウィフト。へー、なんでテイラー・スウィフトはこう何がいいとかあるんですか、クラシックやってる人から見てとか。でもアメリカに住んでいた時に流行っていたので、うん、それで聞くと思い出す感じが好きで。あ、そうなんですね、はい、テイラー・スウィフトってそんなにもう昔から活動してるんですか。そうですね、アメリカ住んでた時っていうと2歳から9歳までとおっしゃいましたっけ、はい、じゃあもう10年前とかにもテイラー・スウィフトは向こうでは有名だった、はい、あ、そうなんですね。ちなみにあのスルーパスってバンド知ってますか。スルーパスです、はい、知らないですね。知らないですね僕がやってたバンドなんですけどね、はい、すいませんね、もうあの18年前に CD 出したんですけど、その時はまだ1歳ですもんね はい、なるほどなるほど、面白いですね。ディズニー音楽はどんな、なんで好きなんですか。なんか、うん、ちょっと違う世界に行けるかなって、うん気分転換になるので、ちょっと失礼ですけど女子あるあるのね。そうですね、ディズニーランド行った気分的なやつですよね、はい、うん、なるほど。僕はあのディズニーランドを行ってもあのもう並んでるイメージしかなくてですね。そうですね、行かれますかディズニーランドも。はい、昨日行きました。あ、昨日、はい、昨日行きたてほやほやと。ほやほやですなるほどですね、はい。あれちょっとにやけてるんじゃないというあのクレームがすいません入りましたけれどもね。ディズニーランドねはいうーん、やっぱそういうテーマパークはディズニーランドがいいんですか。そうですね、 USJ じゃダメなんだ。 USJ も好きです。 USJ も好き、はい、豊島園はダメ。豊島園はまだ行ったことないです。そうですよね、豊島園は、ね、一応練馬出身なんで ね、 でね、一応アピールしとこうと思ったんですけどね僕は高校生の時上履きで行ってましたけれどもね。はい、そういうことですね、はい、すいません、ちょっと私あの普段よりにやけておりますけれどもすいません、それはちょっと認めてお詫びを一応入れときますけれども、さてさて、やっぱりバイオリンをやっているということで東京芸大まで行かれてるってことは将来はバイオリニストになりたい、はい、そうですね、バイオリンをずっと弾いていたいです。うん、なるほど。有名なこう例えば葉加瀬太郎さんとか、はい、みたいになりたいみたいな。そうですね、うん、はい、そうなんですね。あのバイオリンでじゃあ生活していくとか、まあ、就職するってなるとどういう手段があるんですか。例えばオーケストラの楽団員になったり、うん、そういう手段がありますね。オーケストラだとあの浅はかな知識ですけど、はい、NHK 交響楽団とか難しいんでしょ、はい、そうですね、ね、うん、あと知らないんですけどどんな楽団があるかね。でもやっぱりそれってみんなこう全国のアーティストになりたい学生さんたちが受験するというか試験を受けるわけですよね、はい、やっぱ倍率とかどのぐらいなんですか。倍率まではわからないんですけども、うん、相当難しいと思います。なるほど、はい、100人に1人も入れないぐらい、はい、すごいですね。そうですね、狭きも、はい、なるほどね。楽団にでもまあどこかの楽団には大体入れるものなんですか。ちょっとわからないんだけど。私もまだ全然わからないんですけど、うん、そうか、就職活動これからですもんね。そうですね、なんて言ったってね、はい、19歳ですもんね、はいすいません、またにやけましたけれどもさてさて、というわけでですね、あのバイオリンのお話もさることながらちょっと19歳の方にフォーカスしてしまいまして反省なんですけれどもあのぜひですね、次のですねバトンを渡す方のご紹介をお願いいたします。はい、次のバトンを渡す方は、はい、同じ東京芸術大学の2年生のチェンバロ専攻の高橋美代さんという方です、うんうん、なるほど。チェンバロってどんな楽器なんですか。はい、チェンバロは古楽の世界になるんですけど、うん、はい、簡単に言うと、うん、あ、ちょっと怒られるかもしれないんですけど、はい、ピアノの古いものですね、うんうん、なるほどなるほど、はい、楽しみですね。さて来週も東京芸大続きますよ、ね、皆さんあの楽しみにしてくださいね。はい、では今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ハートバトンリレーのコーナーでした。さあ、お別れの時間ですね。お楽しみいただけましたでしょうか。週の初めにクリスタルパワー、また来週お会いできるのを楽しみにしております。デリシャスなラジオ月9はクリスタル、
次の番組はハッピートナイト、ミキナさんとカナミさんがお届けいたします。クリスタルのホームページは81810crystal.com ですね。こちらへアクセスしてください。チームクリスタルの情報は映像に写真盛りだくさんでございます。どこからでも楽しめるのがクリスタルスタイル、クレイジー最高。さっきまでにやけてたくせに急にちょっと顔が締まりました急に顔が締まってやってやろうと思ってたから ね、まあ、今度は レッドカード作ってこよう退場って言って、ね、選手交代番組中にですね3分間退場みたいな、ね、本当だよへーが出ちゃうよね、へーうん、うん、へーが出ちゃうね困ったね、困っちゃうね、ダダ漏れちゃう、ね、まあ夜だからいっかそうか、19歳か、はい、バカ野郎、戻ってこーいいやだから目が覚めましたよねオープニング眠かったのにねさあさあ来週はスペシャルでございます、はい、やばいよやばいよ、夜久しぶりですね、ねえ、ね、楽しみだ、何着てこようねえ、激しく祝いな感じで来るか、はい、ね、祝いですか、祝いな感じで、ね、わかりました、ね、来週祝い週間、お祝い週間、お祝い週間、うんうん、ね、着物ですかね、だってじゃあ着物で着て19歳の彼女着流しに似合いそうじゃないでもねあ着てみたいです ね、うん、いや今日も盛りだくさんでしたね、はい、楽しゅうございました。やっぱりあいつらは最後は面白かったね、うん、もう虹、ね、あの染みついちゃってるから ね、 ね、そうそう、ボブディランが最高でしたね、ボブディラン困ってる感じがね、本当に困ってる顔こっちだから分かんなかったでしょ、うん、本当に困ってましたていうかその前にそのおふざけが始まるさうーんっていうのがさなんか来たぞやっぱり5曲もなかった ね、 ね、でも楽しいのが何より本当に一番です、楽しい楽しい、いいでございますね、はい、さあ音楽の魔法が今夜も明日も誰かの心を元気にしてくれますように。合言葉はお互い様にありがとう。見逃してはならないクリスタル、また来週。君のこと思うよ、虚しい時が過ぎる、とても会いたくて走り出した僕はどうすりゃいいのさ、教えておくれ、何を考えていても